衝撃的な変化。平野仕様のサングラスと後ろ流しの前髪で衝撃のパリルック。世界的なファッションイベントに招待され、パリの華やかな舞台で輝く平野仕様。彼の最新の SNS 更新では、エッフェル塔の陰に座るショットや、サングラスで前髪をかき上げたオフショットが満載されています。しかし、これは単なるオフショットではありません。パリの一日一日が、 ファンとコミュニティ全体に対して新たなインスピレーションをもたらしています。ファッションの舞台裏にフォーカスを当て、パリでの滞在がもたらす社会的影響を考えてみましょう。平野紫耀がナンバーアイ、ナンバーアイとしてルイ・ヴィトンに招待されたことは、日本のアーティストとしては快挙と言えるでしょう。彼の存在が日本のエンターテインメント界の枠を超え、国際的な注目を集める一助となっています。投稿を見たフォロワーたちからは、 言葉を失うくらいかっこよくて、魅了されたといったコメントが寄せられていますが、それだけでなく、彼の活動が日本国外での人気をもたらしていることが伺えます。フォロワーが発見した韓国のグループとの共演や、パリでのリラックスした様子に対する好意的な反応は、平野紫耀が国際的なアーティストとして認識されつつあることを示しています。この舞台裏には、平野紫耀の多様な魅力が息づいています。彼のオフショットが美しさとともに、 謙虚でお茶目な一面も引き立てています。ファッション界の一翼を担い、パリでの活動を通じて自身の世界を広げていく彼の姿勢は、多くの人々に感動と刺激を与えています。また、フォロワーたちのコメントには、平野潮への熱い応援とともに、彼が日本を代表するアーティストとして世界に挑戦する姿勢に対する期待が滲んでいます。 彼のパートナーシップ締結に際しては、日本人二人目の LOUISVUITTON とのパートナーシップを結んだ平野紫陽さん。一人目は草間弥生さんです。快挙ですとのコメントも、彼の成功は、単なるエンターテインメントの範疇を超え、国を代表する文化の一翼を担う存在としての位置づけが進んでいることを物語っています。最後に、 フォロワーたちがコメントで繰り広げる、好きな人だけ褒めて応援していたら良いんですといった言葉には、コミュニティがヒラの仕の活動を通じて結ばれ、共感し合っている様子が浮かび上がります。彼のパリでの冒険が、ファンたちにとっても新たな興奮や期待をもたらしていることが伺えます。ヒラの仕のパリでの冒険は、単なる滞在期ではなく、彼のキャリアの新たな一歩を象徴しています。 彼が新たな扉を開ける姿勢とファンたちの温かい応援がこれからのカノドウを照らすことでしょう。